町中華でやろうぜっていう BS の番組見ました。 BS はとにかくね、酒、旅、猫、この3本柱で成り立ってるんです。で、この番組はですね、たまちゃんが風呂上がりみたいなゆるい BS ファッションに身を包んで、昔ながらの中華料理屋行って、そこの本棚見て、また鬼平犯科帳だよとか言いながら飯食って酒飲んで、最終的にこの人こんな顔やったっけってぐらい酔っ払って終了っていう、簡単に言うたら信用できる番組なんです。で、僕が特に感動したのはこの番組のナレーション。ほんと些細なことで、作ってる人も意識してないと思うんですけど、600円のエビチリにしてはこのエビは大きいとか、八宝菜は1270円とちょっとお高めとかね、金銭感覚がほんのり貧乏臭いんです。あ、僕ら寄りの人が作ってるんやって、親近感もワクワク。いや、普通の番組ならこの絶品八宝菜が1270円、安いって紹介やと思うんです。そんな嘘ですやん。実際は八宝菜で1270円は高いな、1本あたり158円かとか思いながらチビチビ食べるじゃないですか。なんならうずらの卵口の中で転がしながら店出たいじゃないですか。だからね、番組に対して言いたいことは一つ、その貧乏臭さ大事にしなよってことです。